こんにちは、粟田洋介です。今日は忙しい人が絵を描くことを日課にする方法と、何を描こうか迷った時の対処方法の一つをお話しします。私は毎日のように絵を描いているんですが、もしも長い間絵を描かなかったとしても、絵を描くスキル、技術的なことが落ちるってことはそれほどないと思います。でもアイデアが出てこなくなったり、なんかそういう感覚的なことが鈍ってきます。なので毎日でなくても、週に数回、1日10分でも絵を描いていると、アイデアがポンポン出てくるような柔軟な頭をキープすることができます。これは私の場合なんですけど、この効果があるのは私だけではないはずです。最近はあんまりやってないんですけど、以前はこういう小さいスケッチブックに、こういうお手頃なペンでよく絵を描いていました。こんな感じのものなら持ち運びはできますし、いつでもどこでもというわけにはいかなくても、ちょっと空いた時間に絵が描けるので、とても便利です。なのでこういうものを持ち運べば、少なくとも週に数回、短い時間でも絵を描く習慣がつけられるのではないでしょうか。でも何を描いていいのかわからなくなっちゃう時ってありますよね。そんな時は食べ物を描くっていうのはどうでしょう。例えば朝食の卵とか、これは1年以上前に作った動画なんですけど、絵を描く日課1日目、私は卵の絵を描きました。今のはカラーボールペンと蛍光ペンを使って描きました。卵という題材は絵を描き始めるきっかけみたいな感じで、そこからイメージを膨らませていきました。卵を食べない方のために、今度はシリアルの絵です。最後はシリアルとは全く違うイメージの絵になりましたが、それもまた面白いと思います。今ちょっと手元にないんですけど、さっきのカラーボールペンはなんかこのぐらいのパッケージに8色ぐらいかな入ってるセットみたいなちっちゃいやつで、あと蛍光ペンなんかもかさばらない程度なので、何色かの色をお手軽に楽しむことができます。で、シリアルを食べない人のために、今度はバナナの絵です。別に食べ物じゃなくたっていいんですけどね。まあ食べ物を書くっていうのも題材に困った時の一つの方法なんですけど、こういう文房具とか身の回りにあるもの何でもいいから書き始めるきっかけにして、そこからイメージを膨らませていってもいいし、そのイメージを生かして書く場合もあるし、そこから全然イメージの違う作品になることもあります。今ご覧いただいた動画はだいたい1枚10分ぐらいで書いています。私は結構こんな作風なので書くのも結構早い方なんですけど、書くのなんて早くたって遅くたっていいし、途中まで書いてまた別の日に続きを書き始めてもいいですし、途中でやめて違う絵を描き始めたっていいと思います。もしお忙しい一日の中で5分でも10分でも絵を描く時間が作れるのであれば、好きなように楽しく絵を描いた方がいいと思います。さっきみたいな一つの題材からアイデアを広げていくっていうのは、私の頭の構造上そうなってしまうだけなんです。アイデアの出し方も絵の描き方も人それぞれでいいと思います。自分にとって一番自然で一番楽しめる感じの絵の描き方、考え方、アイデアの出し方、そんな感じで描いた作品には個性が出るんだと私は信じています。私が一番アイデアが多く出る時っていうのはやっぱり楽しんでる時なんですよね。だから私が絵を描く時は良い作品を描くために楽しい気持ちと自由な気分を作ることを心がけています。自分に合った方法がわからなければ、自分が楽に簡単にそして楽しくできる方法で絵を描くことをお勧めします。技術的なこともそうなんですけど、考えたり想像したりの仕方も同じです。一般的に難しいとか簡単だとかっていうことは全然関係ないんです。重要なのはあなた自身が楽に簡単にそして楽しくできるってことがポイントです。楽しくそして自分が描きたいように描いた作品なら素晴らしいに決まってるんです。ということで今日はお忙しい方が絵を描くことを日課にする方法と絵の題材の選び方の一つを紹介いたしました。さっきご覧いただいた3本の動画なんですけど、身の回りのものを題材にするっていうシリーズだったんですけど、なんかほんと身近なもの、文房具とかスケッチブックとか、そういったものを題材にしてる動画がありますので、もし興味のある方がいらっしゃいましたら下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもご覧ください。というわけで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。